5分以内に肩が上がりやすくなる方法をお伝えしていきます。はい、どうも、東大阪市松井大阪専門生態のズボの岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。さあ、やってまいりました。またですね、五十肩編やっていきます。今回やっていくのはですね、まあ以前の動画ですね、何回も肩を触るなって言ってたんですよね。五十肩、肩を揉んでも変わらないぞって言ってたんですけれども、もちろん肩も悪いのは悪いですけど、他の部分の方が影響出ていることが多いですよってことです。で、今回はその本題です。肩周囲を触っていくやり方をお伝えしていきます。肩もね、ここだけね、なんかこうやって揉んでても良くならないんですよ。肩に付着してくる筋肉ってめちゃめちゃあるので、そこを狙っていくっていうことをやっていきます。なので、この動画をですね、最後までご視聴いただくとクッとね、上がりやすくなりますので、ぜひね、試してみてください。五十肩の原因、これ何でしたっけ。何回もお伝えしているんですけれども、例えばストレートネックだったり巻き肩、これがほとんど影響してますよっていうことをですね、お伝えしていきました。で、今回やっていくところ、狙っていくポイントっていうのは三角筋っていうところです。三角筋ですね。はい、もう一つは広背筋っていうところです。この2つの筋肉をアプローチしていきます。この三角筋と広背筋、どういう動きに関係してくるのかっていうとですね、この三角筋というのは肩の筋肉で非常にですね、重要な筋肉になってきます。肩っていうとね、こっちを想像すると思うんですね。けど五十肩で上げる筋肉、こういったね、上げるって筋肉は、ここの三角筋の部分でこうやって上げていくんですね。なので、肩の外転作用といってですね、こっからこうつくので、まあ前部繊維、中部繊維、後部繊維っていうふうにね、あるんですけれども、まあ三角筋で覚えてください。こういうふうにこうやってね、上げていくっていうことを、ここを使ってこうやってね、引き上げていきます。これが三角筋の作用です。もう一つ、広背筋っていうのは、これは簡単に言うと巻き肩になると、この広背筋っていうのは硬くなってしまいます。なので、この2つ、肩が上げやすくするような筋肉と巻き肩になっている筋肉、この2つをアプローチしていきます。この三角筋っていうのはどうやってやっていくかっていう前にですね、まずあなたが実際肩どれぐらい上がるのかってチェックしてみてください。下ら辺で引っかかる、痛いのか、それともここまでは上がるのか、それともここまで上がるけど最後はいかないのか、いろんなパターンがあると思います。これを自分でまず左右ね、対照的に比べてみてください。それでは三角筋の調整の方法をお伝えしていきます。これはですね、僕が以前の動画でですね、多分お伝えしている内容なんですけれども、それをですね、もうちょっと分かりやすく説明していきます。三角筋というのはこういうふうにね、ここからバーってつくんですね。キュッとこれについてきます。で、このここにですね、肩峰っていうですね、骨があるんですね。その下を行くと、骨の下にくぼみみたいなのがあります。骨から筋肉に変わってくる部分なんですけれども、この辺を横にですね、グーッと裂く感じで狙っていきます。こういうふうにね、グーッと横に裂きます。横に裂きます。三角筋を横に裂いていきます。縦はほぐれないので横に裂いていきますね。グーッと、ちょっとカメラがぼやけてますかね、大丈夫ですかね。こういうふうにほぐしていきます。まあ難しいですよね。なので、こうでもいいです。こうはしんどいんで、こうでもいいです。縦じゃなくて必ず横にグーッとね、多分こうするとね、ゴリッゴリッゴリッって言ってると思うんですよ。これを30秒から1分ほどほぐしていってください。30秒でいいです。グーッとほぐしていきます。で、三角筋でいうとこの辺をね、揉んだりする人が結構多いんですけれども、じゃなくてこの付着部を狙っていってください。この辺ね、際のところを狙っていきます。ここをね、揉むのもね、まあまあありなんですけれども、筋肉が付着してくるのはこっちになってくるんで、ここの付着部分を緩めていきます。グーッと、これを大体30秒行っていきます。横にね、裂いていきますよ。ぎゅっとこの辺を裂いていきます。まあ結構ね、痛いとかなんかね、凝ってる感じがすると思うので、痛い部分はしっかりね、ほぐしてあげてください。で、30秒終わりました。これが三角筋をほぐした状態です。で、次はですね、広背筋です。これがね、結構難しいと思います。広背筋はこの脇の部分になるんですね。で、自分の脇のこの辺をつまんでください。
じゃあね、結構ギュッとねつまんでほしいんですけれども、まあ、奥まで入れてギュッとつまむとゴリゴリってしたね筋肉の繊維があると思います。塊みたいなのが、これが広背筋になってきます。なのでこの広背筋をギュッとねもう押し潰すような感じでギュッとしてください。まあ、これね肩上がんない人は上げなくていいです。この状態で触ってください。ギュッとで、この触った状態、ギュッとした状態でこのまま30秒間キープです。もしくはちょっとね動かせる人はつまんだ状態でこの広背筋をこうやって揺らしてあげてください。ちょっとこっちの腕がねしんどいと思います。しんどい人はもうこのままね広背筋をギュッとつまみます。でこれでつまんで痛くない人は触っている場所が間違っている可能性が多いです。なのでしっかりとですね自分の脇を、これねつまむ場所だったりとかつまむ強さ方向とかを間違うと全然痛くなかったりするんですね。普通にこうやって触ると痛くないですけど、ここをしっかりですね筋肉を見つけてギュッて捉えると結構痛いんですね。なのでここの痛い部分をギュッと潰す感じです。挟んで潰します。でこの状態で30秒間キープしていきます。ぐーっと結構痛い場所です。まあ痛気持ちいいっていう人もいます。何も感じないプニプニしているっていうんだったら、おそらくですね筋肉じゃなくて周りの、まあ、脂肪だったりねそういった組織を掴んでる可能性があるんで、しっかり筋肉の塊を見つけてギュッと潰してあげてください。これで基本30秒キープしていきます。ぐーっとね、結構痛いですよここね。ぐーっと猫背の人だったり、まあ、反り腰になっている人、ほとんどの人がここ固まってますので、ここはですね、まあ、肩だけじゃないんですけれども腰痛とかですねめちゃめちゃ効果があるというか絶対やっていかないといけないポイントになってきます。これで30秒ぐらい経ちましたがね、で終わります。 OK。 なので今回のねケアは結構簡単です。三角筋をギューってね横に裂いてほぐしていく、そして広背筋を見つけてギュッと潰していくってこと。まあ、なぜ簡単にしてるかっていうとですね、五十肩の人はもう肩上がんない人が多いんですよ。これぐらいしか上がんないんで、例えばこんなストレッチしてくださいって言ってもできないじゃないですか。なので簡単にできる最小限のやり方でお伝えしてます。これでさっきと比べてどうですか、上げてみてください。結構上がりやすくなってると思います。でもしこれでね上げやすくなっているのであれば、三角筋だったり広背筋をほぐしていく必要があります。なのでもし今行かれてる治療院だったりとかね病院とかでこの辺だったりこの辺を触っていないのであれば、それは治療はあんまりよろしくない部分になってきます。もしこれで劇的に改善したっていう人はですね、もうほとんど三角筋とか広背筋が問題になってますので、もう僕の動画を見て直していただければと思います。ほとんどの治療院はねこういったところ触らないですよね。ここばっかり揉んだりねやっちゃうんですよ。じゃなくてこういった付着部だったりちゃんとした筋肉の塊を狙って治療していくっていうことがめちゃめちゃね改善の秘訣になってきます。ですので、まあ、この動画ですね見て変化がめっちゃ出た人、すごかったよ先生っていう人はですね、ぜひチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。また肩こり腰痛でお困りでしたら、下の LINE 登録していただくと無料のパーフェクトブックっていうものをプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってみてください。あとこっそりやっている無料のメルマガ講座っていうものありますので、ぜひこちらの方も登録してみてください。ダイエットでお困りの方は脂肪リセットダイエットっていう方もですね、こちらも無料でプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。インスタ、フェイスブックもやってます。それですね、今回も五十肩の動画をお伝えしていきました。また次回もですね、もう一本ぐらい五十肩の動画上げると思いますので、ぜひチェックしてみてください。それですね、本日も動画を終わりたいけど本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。